ココア買ってみた。甘いものは疲れに。レン、無理しすぎは今度から禁止ね。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンメタスサンドいかがですか。僕の名前は橘いつき。グラフィックデザイン会社で営業をしている。キャー、橘さんよ。今から外回りですか。ああ、うん、頑張ってくるね。最近好きな人ができた。その人の名前は進藤蓮。グラフィック部署所属で会議で知り合って一目惚れした。あまりにも真面目で心配になるぐらい。よ、蓮、外回りすぐ終わりそうだし、ランチどう？ランチって食堂しか行かないからな。相変わらずだね。ランチは食堂、飲み会もそんなに参加しない。ほんと仕事人間だよね、蓮は。仕事人間だよ。たまには定時で帰ったら。お前は定時で帰りすぎなんだよ。すいませんね、仕事ができるもんで。もういいから早く外回り行ってこい。うざい。へいへい、わかりましたよっと。こんな仕事人間の蓮だけど、やっぱりというか仕事がすごく楽しいみたいで、デザインの話を振ったら途端に笑顔になる。僕はその笑顔に惚れたんだ。それでも惚れたのは同性。打ち明けるつもりは全くない。この友人という立場でいれるだけで十分なんだ。おい、どうしたんだ、急に黙り込んで。なんでも、なんでもないよ。ぼーっとしてるとこの唐揚げ取っちまうぞ。ん？唐揚げ欲しいの？いいよ、あーんってしてあげよっか。バカ。冗談だよ。はい。おい、本当にいいのか。レンがこんなことで喜ぶなら。あ、うん、こんなことで悪かったな。ねえ、レン、うん、その今恋人とかいるの？いるぜ。え、仕事は？俺の恋人は仕事、それ以外考えてる余裕ないし。そうだよな、お前はそういうやつだった。うん、あ、うん、心臓が潰れるかと思った。本当に恋人がいたらどうしようって。なんであんなことを聞いてしまったんだろう。納品日が一日早まったなら、なんで早く行ってくれないかな。ああ、やっぱりレンいた。ああ、根詰めるのは良くないと思うよ。コーヒーでも買ってくるから、休憩しよう。これ、教授だから。じゃあ、僕、飲み物を買ってくるね。コーヒーより甘いものの方がいいかな。ココア買ってみた。甘いものは疲れに。レン、大丈夫か？今日はもう帰った方がいい。ダメだ、納期が。ダメだ、今日は強制的に帰らせるから。タクシーで住所言ってくれて助かった。レン、着替え持ってくるね。ああ、また少し熱上がってる。レン、おかゆ作ったよ、食べれる？あーん、ああ、もうこんな時間か。心配だけど今日はおいとまするね。お大事に。ん？あ、いつき。
行かないでくれ。一人にしないでくれ。ほんと、叶わないな。無理しすぎは、今度から禁止ね。次の日。もしかして。で、おはよう。もしかしてお前が看病してくれたのか。ああ、良くなったみたいでよかった。ありがとう。無理しすぎは今度から禁止ね。なんだ、急に胸がドキドキして。ああ、まだ具合悪い？大丈夫？なんだこれは。あんな弱いとこ見せられたら余計好きになっちゃうよ。蓮が樹への恋心に気づくのはまた後日の話。